この根元黒いのもわかる？これ歯石ボコンついてね、見えるぐらい歯石ついてるとほんまやばいからね。お口開けてください。口元美容代わりで歯医者怖いねんっていうこと結構いてはったりするのよね。歯医者嫌かもしれへんわ、なんか知らんけど痛い思いしたとか怖かってんってことってあるんやと思うね。でもな、怖い思いせなあかんのはやっぱ悪くなってから来るからやね。悪なってきてもうたら私らもなんかせなあかんやんか、なんかあって気に来んねんからさ、あちゃーって思うことを私らもっとせなあかんわけよ。ひどかったらひどいだけ大掛かりなことせなあかんやろ。そら大変なんよ。だからほんまは何もないように、そのために歯医者を利用してほしい。何もないことを喜び合う、こんな定期検診が一番ベストやと思ってんねんな。せやけどやっぱり歯医者怖い、なかなか足向かんっていう人が多かったりするんよ。で結局めっちゃひどいことになって、えらいこっちゃーって来てくれはったら、もうどうすんのこれって手が打ちようがないで何本か抜かなあかんよみたいなことになったりすんねんな。今回ちょっとそういう方お口の中を見てもらおうかなと思うねんけど、いやほんまに久しぶりに出はって、うわっちゃえらいことになってるやん、抜けそうっていう肌っていいやった。しかも前歯とりあえず抜けへんように隣の歯と歯医者さんのボンドでくっつけて、歯周病で歯グラグラやから歯周病の治療をしよう。でもさ、そんな1回2回で全部が綺麗になれへんのよ。長年溜め込んだ歯石が歯茎の中奥深くまで入ってたりするからさ、そこまで丁寧に綺麗に取ろう思ったら回数も時間もかかんねん。そんな間にやな、その前歯ボロッと抜け落ちてしもた。めっちゃショックやったと思うねん。まあ前の歯やで、それがポロンと落ちてみ、はぁって感じよ。悲しいにも程があるよ。めちゃくちゃショック受けたはった。抜けてもうたもんはしゃあないから、次は入れ歯とかで歯落ちなって他の歯同じようにならへんように頑張ってもらわなあかんねんけどね。それがこのお写真なのよ。見てみて、この歯もうほぼ歯茎腫れてて抜けてんのよね。根元とかもバイ菌がいっぱいついててさ、ほんでほんで根っこだけになってるボロボロの歯とかもあったりする。綺麗に歯あるように見えて根元が虫歯になってたり、抜けたまんまのところをほったらかしにしてんのよな。ここ抜けたまんま置いてんねんな。だからここベロが出てきてるやんか。噛み合わせぐちゃぐちゃなってる。こんなことになってみ、そら顔も歪んでくるで。抜け落ちたんがこの歯やねん。もう抜け落ちそうやったもん。とりあえずこういうバイ菌、溜めてるバイ菌を取って磨き方も学んで、だってな、なんぼ定期検診行ったってやで、まあ3ヶ月に1回とか年に4回ぐらいやんか。それ365日の4日4時間、そんだけしか私らお手入れせへんかってみ、あかんって。それ以外やっぱ自分で手入れせなあかんのやろ。やっぱ自分の腕上げないともったいないと思うわ。そう、なので際までしっかり磨いてもうてやな、歯周病も予防して、根っこのところにも虫歯ってできやすいね。歯はこの見えてるこの部分だけが硬いねやんか。神さんは歯茎の外に出てる部分は硬く作ってくれてるからな。でも根っこは弱くて柔らかい組織やから虫歯になりやすいね。そうしって歯茎下がってきてみ、根っこ見えるやろ。だからそういうところ虫歯になりやすいね。こんな感じや。気ぃつけなあかんやろ。みんなも自分の口の中どうなってんのかわからんかったら、ぜひ歯医者さん行って自分の口の中も見してもうて。この根元黒いのもわかる？これ歯石ポコンついてね、見えるぐらい歯石ついてるとほんまやばいからね。歯は一生使うから、一生ご飯で食べなあかんから、生きてる間中歯は絶対に必要な大切な大切な道具やから、大事に使ってな。お手入れよろしくね。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またです。ということで、歯の相談とか歯医者さん行きたいわーなんていうご要望をいただいております。それでそれで公式 LINE っていうのをやってるんですよ。公式 LINE に登録してもらったら、美しい歯を保つために綺麗な笑顔で一生過ごせるように、そんな願いを込めて私が監修した虫歯にならない
歯磨き以外の方法をまとめたもの。それから、歯周病なってないかな？だってさ、4人に3人は歯周病って言われてる時代やで。自分の歯周病大丈夫かなっていうチェックリスト、プレゼントしてまーす。ほんで、さらに、歯医者さんまで来てくれたら、オリジナルポーチに入ったセルフケアセット。こんなプレゼントも用意して待ってるからねー。公式 LINE 登録お待ちしてまーす。